オフ会したいな早く。東京600人だしね。いや俺東京行く勇気ないわ。行けない行けない。東京マジ無理ってソバルトに言ったらなんか残念そうなやった。残念そうやったソバルト。実況者でオフ会？でもなちょっときついわな。俺は誘ってください。え？俺誘って。ジャイアンを？俺が？ジャイアンを？うん。当たり前じゃないですか。当たり前。オフコース。東京じゃなかったらいいよ。あー、いいっすよ。うん。どこにします？なる！やだ。ダメでしょうか。遠いよ。何にもない。何にもないって？その通りだよ。その通りだった。でもなんかいい旅館さえ泊まれればなんか何でも行きやすい。あ、確かに。でも旅館行くやったらなら行かんでえかな。地元のいい旅館行ってみたくない？あ、分かりみ。奈良とか地元やから旅館行かんもんな。あの、菜花の里はあれや。何してる？あったっけそんな。菜花の里やった。菜花の里やった。全然イルミネーションがめちゃくちゃ綺麗なところ。あ、奈良じゃねえ。三重だったわ。三重か。隣の隣ぐらい。なんで男同士でイルミネーションを見ないといけないんですか。いや、ほんまや。謎なんですよ。冷静考えてそこやわ。確かに。頭悪すぎでしょ。うん。でも頭悪い。綺麗だねっつって。お前の方が綺麗だよとか言って男同士で。気持ち悪いわ。気持ち悪い。MP3 保存して。うん。うろ、うん、リスナーに収益の9割ちょうだい。9割かでけえな。買いますってさ、やっぱ需要はあるんですよ、うん、需要はあるわ。恋人ボイス、恋人ボイスで、そう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 。1万円ぐらいで売りつけようぜ。その金で俺らユニックに行く。ユーさんファンは買うでしょうな。買うでしょうな。僕でも金落としますよ。え、なんて言うんだろう。恋人ボイス、手つなぐとか。うわぁ気持ち悪くなってきた。だんだん手しようかみたいな。うわぁだんだん気持ち悪くなってきたからやめへん。だって売るってたらそういうボイスを取らないといけないってことを考えてください。俺絶対無理。絶対無理でしょそんなの。キャラ的にも。でもルー照れたらおもろいな。照れるんかな。もうどうなんだろう。いや分からん。照れながら言うみたいな。いや、ちょっと熱いな。熱いな。言ってくださいよ。嫌ですよ。気持ち悪い。痛いな、個人的に。それはそれでキモいな。